ケネス・ウォルツケネス・ニール・ウォルツは、アメリカ合衆国の国際政治学者。カリフォルニア大学バークレー校名誉教授。オベリン大学卒業、太平洋戦争、朝鮮戦争への従軍などを経て、1957年、コロンビア大学大学院で博士号を取得。スワースモア大学、ブランダイス大学などを経て、カリフォルニア大学バークレー校で長く、教鞭を取った。 1987年から1988年までアメリカ政治学会会長を務めた。また、コッペンハーゲン大学や南海大学、オベリン大学、アベリスト・イス大学から名誉博士号を授与されている。博士論文をもとにした、マン・ザ・ステート・アンド・ウォーで戦争の原因を個人、国家体制、国際システムの視点から分析した。 主張セオリー・オブ・インターナショナル・ポリティクスは、システム論と称するモートン・カプランやリチャード、ローズ・クランスの研究を、還元主義と批判し、システムレベルからの国際政治理論の構築を、提唱した。その立場は新現実主義あるいは構造的、現実主義と言われる。1980年代の論争は、ウォルツの理論をめぐるものであり、ウォルツとの対話であったと言えるかもしれない。 彼の立場は国際政治の説明として最も重要な要因は各国家の内部的なものではなく国家相互がどういう関係にあるかというシステムだというものである国際政治では当他が働いているので国家がもし生き残りのために最適ではない戦略を採用した場合にはその国家が存続できなくなるという形で古いがかかるので 各国家の内部適用員は無視していいというスタンスを取っている。彼は核兵器に関する議論でも有名である。彼の論文、The s p e a d of Nuclear Weapons, More a m e Better, では核保有国が十数カ国になった方が世界はより安定するという主張を展開し激しい議論となった。この議論をまとめた The s p e a d of Nuclear Weapons, A e b ベ t トは欧米では 核問題を論ずる際の必読文献となっている。ありがとうございます。